ドクメンタ7でヨーゼフ・ボイスが行ったスタートバー・ウォルドンの20年後の姿。フリデリチアノム美術館前の大きく育った歌詞の写真ドクメンタとは、ドイツ連邦共和国中央部ヘッセン州の小さなことカッセルで1955年以来5年に一度行われる現代美術の大型グループ展である。あるテーマのもとに現代美術の先端を担う作家を、 世界中から集めて紹介するという方針で開催されており美術界の動向に与える影響力が大きく世界の数ある美術展の中でもベネツィア・ビエンナーレに匹敵する重要な展覧会の一つに数えられる一人のディレクターがテーマ選定、作家選定を一任され全責任を負う他の美術展にあるような小制度はない作品は フリデリチアノム美術館を中心に市内各地に展示される。近年は1回で欧州全土から60万人程度の観客を集め、町おこしにもなっている。第1回は1955年に当地在住の美術家、建築家、教師でもあったアルノルとボーデが提唱し、同年カッセルで開催された第3回西ドイツ連邦庭園見本市の行事の一環として開催された。 戦後ドイツの芸術の復興を掲げ、ナチ独裁体制下で大敗芸術として弾圧されたモダンアートの名誉回復を図り、20世紀の重要な前衛芸術運動の作家たちの業績を振り返る内容の展覧会であった。ボーデのこの計画は国の内外から大きな反響を終え、以後ドクメンタは現代美術の動向を映し出す展覧会として確立されるようになる。 この展覧会は、第二次世界大戦以後、文化と芸術の国から、ファシズムと芸術破壊の国へとイメージダウンしたドイツ国家のイメージ回復や文化的復権を思いとしていた。また東西ドイツ国境で開催することで、将来の統合後のドイツの地理的にも文化的にも中心地となることを目指したが、冷戦継続により当面は東側に対する西側の自由で、 先端的な美術のショーケースとして開催されることを余儀なくされた。ゲルハルト・リヒターをはじめ、多くの東ドイツの芸術家がドクメンタを訪れた後に東ドイツからの脱国を決意した。第2回以降はカッセル市やヘッセン州の出資によるドクメンタ有限会社が設立され、以来現在までこの会社の企画、運営によって当初はほぼ4年に一度、 現在はほぼ5年に一度開催されている。ジョナサン・ボルフスキーの作品、ヒメルシュターマー第12回で展示された、田中厚子の作品ドクメンタは、毎回白人男性がディレクターであったため、必然的に選ばれる作家も、西欧か北米の作家が多く、偏りが指摘されていた。特に1980年代には、アジアや中南米。 アフリカの作家を取り上げる展覧会が各地で開催され、風向きを変え、またフェミニズムが美術の世界でも影響を強め、第三世界の作家や女性作家を取り上げることも課題となった。そして冷戦後、ドクメンタは大東側の美術戦略拠点としての役割を終えた。現代美術自体が欧米だけでなく旧東側諸国や、 アジアアフリカ、中南米など多様な国からも発信されるようになり、それらを一括りに定義づけることは困難になり、もはやドクメンタの意義は薄らぎ形外化したかのように指摘されるようになった。ありがとうございます。